FC 岐阜今日も4バックを予想しています。ゴールキーパーは桐畑、ディフェンスライン右から菊池、服部、藤谷、宇賀神、ボランチには庄司と柏木キャプテンです。右のサイドに藤岡、左に村田、ツートップには田中純也と古巣対決となるウドカチャールスが入るというメンバーを予想しています。対する YSCC 横浜のスターティングメンバーです。前節と同じ11人で入ります。ゴールキーパーは石井、3バックには花房、宗近、藤原、アンカーに山本、右のサイドに柳、左には菊谷、2列目の位置に古賀と土立、2トップに神田と川辺というメンバーとなります。ここは宇賀神、柏木に戻して、もう一度宇賀神から村田が裏へ抜け出した。村田からマイナスボールからシュート、決まった。いきなりの先制点、田中純也、左サイドから崩していきました FC 岐阜。田中にとっては加入2得点目。左サイド村田から鋭いクロスボールに反応しました。どうか、クロス対決です。セカンドボールがうまく拾って、ここは菊池が前が空いている、ふわりと上げて、どうか、こぼれ球、田中純也、ここもうまく合わせて2点目。落ち着いた対応でゴールネットを揺らしました。前半11分を回ったところでもう FC 岐阜2点目を挙げています。このウンドカのこぼれ球、落ち着いて右足、山本から中央ヘディング、よく止めた、左手一本、菊田に失礼、桐畑が止めました。小賀も中央で待っています。川辺からマイナスのボール、切り返して右足のシュート、桐畑が弾いて最後はポストに当たったでしょうか。ゴールネットは揺らさせないゴールキーパーの桐畑です。ここも前が空いた、庄司、藤岡シュート、ディフェンスに当たってサイドネット、よく足を出しました。最後体を張って守ったのは藤原でしょうか。そして岐阜のフリーキック、直接狙った、少し距離がありましたが、アタニアサイド、この混戦の中シュート、反転シュート決まって菊池大輔のゴールが決まりました。 FC 岐阜これで3点目。あ、そしてゆりかごダンスです。菊池大輔、先月第2子となる次男が誕生しました。その第2子の誕生を自ら祝うゴール、かっこいいパパでいられるようにこれからも成長していきます。その誓いのこもったゴールになりました。ゴール前の混戦から反転シュート、おっと、これは直接相手に渡ってしまった、不用意な形で奪われて、桐畑自ら作ったピンチを自らしのぎました。横浜は、2連勝といういい形で来ていたんですが、そこから2連敗ということにもなってしまいます。さあ前を向いてシュートはどうか、クロスボール、失礼、ポストに当たって跳ね返されたボールはわずかにポストに嫌われました。ミドルレンジからの低い弾道のボールでしたが、一気に追い地が上がっていく、変わって入った追い地、まだ中央にサポートはいません。自分でエリアの中へ行く、クロスボールはシュートはどうか、最後はゴールキーパーに当たったでしょうか。コーナーキックの判定です。いや、追い地が長い距離を走ってドリブルで持ち上がりました。
ボールをキープして、そして今試合終了の笛が鳴りました。 FC 岐阜3対0、4試合ぶりの白星、そして10試合ぶりの完封勝利を挙げました。